崩れた山の斜面、住宅地を襲った土砂や木々、これまでに経験したことのないような大雨で甚大な被害が出た九州北部。7月20日、野田総理はこの九州北部豪雨の現地視察を行いました。まず訪れたのは熊本県阿蘇市。お見舞いを申し上げます。一日も早い復旧復興、国の制度で持っているものは柔軟に迅速に対応したいと思いますので、なかったら本当にそのまま行ってください。よろしくお願いします。避難所となっている阿蘇市内の中学校を訪れた総理は、避難されている方々を激励、要望を伺うなど声をかけて回りました。その後、土砂崩れのあった現場などを視察。熊本県では23人の方が亡くなり、2人が行方不明となっています。一市町村の体力ではどうしようもありません。これから国県の力を借りて、よみがえろ。必ずそういう気持ちで一丸となって頑張っていきたいと思っておりますので。救済救助。そういうものを含めまして全力を尽くしていきたいと思います。特に一番ご要請の強いのは激甚災害の指定だというふうに思っておりますが、今般激甚災害の指定、今回の豪雨被害では農地などの復旧事業が対象となる見込みです。この指定を受けると、災害の復旧などに必要な費用の国庫負担の割合が従来より1割から2割程度引き上げられ、被災自治体の負担を軽くすることができます。農地等の災害復旧事業に関しては準備を急ぐように、作業を急ぐように指示をさせていただいたところであります。その後、大分県、そして福岡県と続けて訪問。大分県では大雨による死者3人、福岡県では死者4人。その福岡県内で総理が視察したのは柳川市の矢部川。大雨の直後、川の堤防の一部が決壊し、柳川市のおよそ3分の1が浸水するという大きな被害が出ました。凄まじい災害であったということを改めて私なりに実感をしたつもりでございます。県やあるいは地元を市ともしっかり連携をしながら、国としても全面的に支援をする、そういう気持ちで対応していきたいと思います。早く皆様の日常が取り戻せるように全力で頑張っていきたいと思います。